どうも、かつやしです。今日はですね、スニーカー関係ですね、ずいぶん減ったというかね、まあ新しいものも買って、まあ去るものもあるわけですよ。それでですね、まあこの前インスタの方にも、まあ基本的にちょっと抜けてる部分もあったんですけれども、アップさせていただきました。一応あれがほぼほぼ全てでございます。ということで今日もほぼほぼ全ていきたいと思います。いきましょう。ずいぶん減らしましたね。でどうやってやろうかなとか思ったんですけど、前みたいにそこに並べるのもめんどくさいなと思って、こう行ったり来たり行ったり来たりしながらやっていこうと思います。ということで行ってきます。まあこんな感じでですね、こう僕持っていきますので、いやそれにしてもね、ほんとね、随分まあ減ったっていうかね、まあ去年はほんといろいろ洋服試したくて買ったんですけれども、今年はよりシンプルに来て、それが随分現れてきてるなと。でまずちょっとね、これめちゃくちゃ汚れてるんですけど、ミルリーフのカメレオン7とナイキの ACG ワイルドウッド、こちらね持っております。もういやガチ山登り仕様になってますね。まあ用途に応じてってわけじゃないんですけど、とりあえずこの2足でですね、山登りは回しております。こんな感じだね。行きましょう。ちょうど2足ずつしか持ってこられないからちょうどいいね。続きまして、ナイキエアフォースワンの ID でございますね。これね、ソールだんだんこんなになってきた。まあ、結構入ってるっちゃ入ってるしね。あとは友達からもらった、ラックスだったっけ、エアフォースワンですね。これメイドインイタリーですよ。こんな感じ、エアフォースワン、これね、こんな感じでございます。真っ黒のね、このさ、編み込みのさ、レザーかっこいいっすよね。まあ、このあたりを、エアフォースワンですね。これでもだいぶかかと減ってきたね。ここまで履くって珍しいけどね、僕ね。まあ、ナイキはね、やっぱりね、なんだかんでって好きなんですよ。まあ、去年はだから結構エアマックスとか買ったんですけど、エアマックス系ゼロでございます、ただいま。で、続きましてこれですね。ナイキ、これもエアフォースワン。エアフォースワンの白蛇でございますね。これ相変わらず現役でございます。これだから、まああんまりかかと減ってないね。あの、ID のやつがかなり入ってるんですよね。今だったらバイユーっていうんか。あとはね、ちゃんとこれ持っておりますよ。ナイキエアウーブン、これはめちゃくちゃ履きやすいし、めちゃくちゃスタイリッシュで、まあ、今日のね、こういった、パンツとのね、組み合わせもね、すごく好きでございます。ナイキはやっぱりいいんすよね。ナイキはやっぱり、ただエアマックス系はほんと履いてないと劣化してきてしまうので、まあ劣化する前に誰かに渡ってね、誰かが履いてくれた方がスニーカーにとってもいいかなと思っております。なんか間違えてさっき一番最初に紹介したのを持ってきてしまった。で続きましてですね、こちらです。ミルリーフの、スニーカーでございます。これいただき物でございます。でこちらコムデギャルソンとシュプリームのコラボの、こちらですね、シュプリームとのコラボのオーセンティックでございます。これもね、もらいました。これね、春夏に向けてカーキ系のパンツとね合わせたら絶対かっこいいと思う。意外と改めて見ると、なんかあの真っ黒い靴ばっかりかなと思ったらベージュ系意外と持ってるんですよね。でこちらブルーオーバーでございます。ブルーオーバーのスウェードのスニーカー。ブルーオーバーのスニーカーって表とかね、タブとか何もついてないんですよ。もうこの存在感だけでブルーオーバーとね、分かるようなスニーカーでございます。とは言ってもほぼほぼ履いてないんですよね。まあずっと持ってても、まあ飽きないようなデザインっていうところがブルーオーバーの魅力なんですかね。で続きまして、こちらクラークスのデザートトレック。これは見た目ね、めっちゃ好き。美しいね。これもいいね。この感じさ、かっこよくないですか？なんかね、いい感じ。で続いてなんですけれども、今ね、コンバースのスーパースターなんですけど、このね、紐を変え途中でございます。こんな感じ。このさ、結構これ履いたんすよ。だからこのシワ感がほんとたまらん、スーパースター。いやこれはさ、僕の最近の服装にはさ、もう持ってこいじゃないですか。なんかアメカジ要素な感じもあるし、この前の買ったGジャンだったりだとか、スイングトップとね、相性も良さそうですね。やっぱいいね。ベーシックなものってやっぱりベーシックだからこそ残るみたいな感じ。あとはこちらですね、ドクターマーチンタセルローファーエイドリアンでございます。まあここら辺からはね、いつも最近出てきているような、
もうレギュラーの第1軍のメンツでございます。コンバースオールスターのですね、日本製、あとは海外のこの CT70 でございますね。まあこれは美しい、この光沢感最高やね。で、日本製に関してはやっぱなんていうかな、こう足にすごい馴染みやすいというか、めちゃくちゃ馴染みます、僕の足にですね。メイドインジャパンモデルでございます。メイドインジャパンモデルのさ、なんか黒もしくはこのハイカットもね、最近ね欲しいなと思って。なんかオールスターもさ、ハマると沼っすよね、これ。なんかいろいろ欲しくなっちゃうよね。しかもこう自分の足に合うシリーズを見つけたから、なおさらそれはある。いやー、だいぶ疲れてきたな。行ったり来たりがね、意外とね大変なことに気がついた。で、続きましてこれも一軍でございます。990V4 のブラックと、V5 のグレーでございます。まあ、V5 これね、ほんとね好みがかなりはっきり分かれるらしいです。分かれるらしい。このさ、最終的にはさ、まあ、今回 V5 をさ履いてみたくて買ったんですけれども、これはねほぼほぼ毎日何かしらのね理由をつけちゃ履くようにしてます。馴染みをね早く出したいんですよ。ずいぶんいい感じにねシワ感はついてきてるんですけれども、まだまだですね。で、最終的にはさ、グレー、こっちの V5 のね、グレー、ネイビー、ブラック、とりあえずこのベーシック系はね揃えたいなと思うぐらいな感じの990シリーズ。990V6 とかさ、あと何、4年後5年後とか出るんでしょうね。その頃になったら V5 よかったなみたいな感じになるのかな。まあまあ、そのあたりはね好き嫌いあると思うんですけれども、なんだかんだ言ってね、ニューバランスはね履きやすい。もう皆さんもね分かってると思うんですけど、やっぱ改めてねニューバランスの履き心地、履きやすさ、こう合わせやすさ、まあ洋服とかで言ったら合わせやすさ、兼ね備えてますよね。900番では本当に人気がありますよね。で、廃盤品っていうのもねいいよっていうふうに教えていただいてもしてですね、まあニューバランスこれからは結構メインになる可能性、あとコンバースとねなる可能性は高いっす。いやもう息が切れる、山登りぐらい。で、続いてですね、ノセーブエスプレッソでございます。エスプレッソ存在感超たっぷりだし、もう今90年代ブームじゃないですか。もうこれをなしでは語るまではいかないけれども、やっぱこれはね、あ、ノースウェーブだよねみたいな感じで、エスプレッソだよねみたいな感じで、懐かしいよねみたいな感じで盛り上がれるこの40代最高です。で、続きましてですね、こちらですね、まあ、レッドウィンクスーパーソールでございます。最近ちょっと全然履いてないんですけれども、まあ、とりあえず手放すつもりはないかなっていうのはね、また周期的に絶対的にね、レッドウィングって履きたくなるもんじゃないですか。だって今実際プレーン2のアリセッターのブラックだったりとか赤茶が欲しいぐらいなんで、まあこれほんと全然足痛くならないから、まあずっと持ってると思います。ソールもね張り替えられるということでですね、あと手羽の張り剣、はい、ということでですね、今全部数えましたところ19足でございます。だから手放したで言うと、ナイキエアマックスのデラックス、名前忘れたな、デラックス、ナイキエアマックス、デラックスプラス97でしょ。あとはエアフォースワンの、まあイエローとかずいぶん昔になくなってるから、最近で言うとニューバランスの580もそうだし、まあだいぶ絞ってきて、じゃあの何が残ってきたかって言ったら、結構シンプルめがねだいぶ残ってきましたね。ただまたね周期的にハイテク系も履きたいなっていうふうに思うような感じもあるし、とりあえず今のところあれが結構ベストなので、まあまあそんな感じかな。それにしてもね、行ったり来たりは疲れたけど、またいつもと違う感じで動画撮れたから、個人的には大満足でございます。あとね、そうだよ、あれだよ、あれをね、
開封しようと思って、じゃじゃーんと懐かしのあれが届きました。あのね、前あの靴下欲しいよねって言ってたものがね、届きましたよ。最後こちら開封して終わりにしたいと思います。いや、いいね。あえてね、僕ね、あの最近白い靴下とかね、まあそうなんですけども、最近っていうか白い靴下が定番なんですけども、あえてこちら購入いたしました。せーのとドーンと、こちらですね、チャンピオンの靴下でございます。これさ、あの多分ポストに入れられるように綺麗にさ、また梱包してくれてるね。こんな感じ。チャンピオンの靴下だよ。めっちゃ懐かしくないですか。で、僕さ、動画で、ずいぶん初期の頃の動画にチャンピオンの靴下買ってましたね。この白いチャンピオンの靴下。まあね、昔さ、ね、靴下山賊組って言ったらさ、チャンピオンのやつがさ、基本だったじゃないですか、確か。中学生の頃とか。やっぱね、その時ってヘインズのさ、ブルーとかさ、あの赤い T シャツとか、あのブルーとか赤いパッケージの T シャツもあったんですけど、それとね並んでね、このチャンピオンの靴下めちゃくちゃ買ったわけですよ。ただその時の当時のものはめっちゃ伸びる、もうすぐ伸びるんですよ。まあこう、まあ、最近は多分大丈夫だと思うんですけれども、まあまあ最後はね、この動画の締めとしてチャンピオンの普通の靴下を買いました。いや、これね、いや、来ましたね。アメカジ要素たっぷりという形で、90年代要素たっぷりという、多分ね、感じでですね、今日の動画終わりにしたいと思います。では本日もご視聴ありがとうございました。岡田よしでした。ではまた見てください。スニーカーだいぶ減ったけどね、結構、まあ去年もいろいろ試せたし、まあ今年も多分おそらくね、あのいろいろ試すと思います。とりあえずでもね、なんか手放す要素のものがないので、今年はもし追加購入が増えていくのであれば、増える一方だと思いますが、なるべく物は増やしたくない2020年でございます。